こんにちは。岸さんがまたもグッジョブですよ。岸さんは、トンガへの国際緊急援助活動について、大臣命令したんだけど、こんな背景があったんだって。トンガでは、2011年5月、東北大震災で、苦しむ日本に、トンガの小学生は、心を痛め、少しでも、被災者の方の役に立ちたいと、寄付を募りました。これは、トンガの子供たちから、日本の被災者に寄付されたとみられるコインです。すべてのコインに、生徒たちの気持ちがこもっているので、どうか受け取っていただきたいと、トンガ議員が話しました。トンガの国王陛下からも、弔意のメッセージも届きました。この恩返しとして、すぐに、緊急援助を岸さんは決定しました。記事を読みます。東日本大震災の恩返しへ、トンガへの国際緊急援助活動について大臣命令を発出した。岸防衛省は20日海底火山の噴火と津波により大きな被害を受けた南太平洋の島国トンガを支援するため航空自衛隊の C-130 輸送機2機を派遣すると発表した。飲料水を乗せて同節夜オーストラリアに向け出発し、21日にも到着する予定。大型物資の運搬用に、海上自衛隊の輸送艦、オーソにも、近くトンガに送る。輸送艦には、火山灰を除去するための高圧洗浄機やリヤカーなどのほか、陸上自衛隊の CH-47 輸送ヘリコプター2機を乗せ、現地での活動に使う。派遣隊員は、連絡調整員を含め全体で300人程度となる。岸氏は防衛省で記者団に一丸となって支援に取り組むと強調した。20日午後、空自小牧基地愛知県小牧市では隊員が輸送機2機に計5トン分のペットボトル入り飲料水を搬入。 PCR 検査で早に山陰性と確認された隊員を乗せ、輸送機は、午後10時頃に離陸した。派遣は、国際緊急援助隊派遣法などに基づくもので、今回が24回目。直近では、2020年1月に、大規模な森林火災が続いていた、豪州に部隊を出した。ネットでは、人間、水がなければ3日持ちません。至極的確な判断だと思います。できれば、重機と医療関係の援助ができれば最高です。東日本大震災でいただいたご恩返しができて、嬉しく思います。との声が聞かれました。トンガは、とても親日で有名なんですよ。トンガ王室は日本びいきで知られ、国王や王族、政府要人が、公式、非公式を問わず、頻繁に訪日しています。今後とも、こんな親日の国と仲良くしていきたいですね。トンガの一日も早い復興をお祈りしています。ご視聴ありがとうございました。